スノーマン・メグロレン、心を救われた存在とは、本当に希望の光。31日、都内にて、日経トレンディ、日経 BP 社が選ぶ、2024年ヒット商品ベスト30、&、2025年ヒット予測ベスト100の先行発表会が行われ、スノーマンのメグロレンが、今年の顔として登壇。大事な存在を明かした。 2024年のヒット商品をランキング形式で振り返っていく中、自身にとっての今年のヒット商品を聞かれた目黒は CM にも出演している。キリンビールバレカゼをあげ、昨日も同じの2巻飲みました、と愛飲していることをアピール。続けて、多分皆さんにとってのヒットという意味合いと若干感覚が違うかもしれないんですけど、僕にとって大げさでは本当に希望の光。 それくらい大事な存在で自分の心も救ってもらったような商品です、と語り。なので6位に入っている結果を見ても嬉しい、と、2024年ヒット商品ベスト30、第6位という結果に感動していた。なおこの日は、目黒と共に、今年の顔、として選出された歌手のあの、来年の顔、として俳優の板垣理ひ編集長、沢原昌氏も登壇した。 二千二十四年のヒット商品ベスト三十は、二千二十三年1から二千二十四年九月の対象期間に発売された商品、サービスを対象に、ヒットの度合いを売れ行き、新規性、影響力の三項目に沿って判定。一位に選ばれたのは、新ニーサ＆オルカン投資。千二十四年一月に大幅拡充されたニーサ小学投資非課税制度は、 加速する物価上昇の中で生活防衛の手段として空前の投資ブームを支えた。中でもコストが安く、全世界の株式に投資することで資産の安定上を期待できる投資信託、オルカンこと EMAXIS スリム全世界株式、オール、カントリーに投資初心者たちの資金が流入した。また、外出機会の増加。 夏の猛暑などで疲れを感じる人が増え、楽主義の商品がヒット。さらに多様性の時代を象徴するように、新しい価値観で定番商品のカウンターとなり売れた隠れ、定番アンチも話題になった。